見慣れない教室、下駄箱廊下、緊張しすぎて震えてるペン先、昔から人見知りですぐに誰にでも心開けないの、時間が必要なのよ、帰りに寄り道して愚痴ったり恋話したり、本音で向き合えた友達、今悔しいこともたくさんある。